朝のご挨拶 B です。ごきげんよう。もうこんな真っ青な空ですね。いい天気です。肌寒くなってきました。ごきげんよう。これ A に続いて B ではですね、日本の裁判の中で初めてじゃないですかね、ネットによるですね、まあなんていうかな、ネット業者による政治工作っていうんでしょうか、明らかに河井克行さん、安里さんの今の裁判っていうかな、その中で検察が出してきたネット業者の供述調書、あれを読んで非常に戦慄しましたね。我が党の塩村さんもですね、やられてたっていう話ですけども、いやこれそれでそれをちょっとこう検察のですね、ネット業者の供述調書をもとにこう紐を手繰っていくとですね、ある研究機関にぶつかったんですね。でそこに名前の出てる人たち、有名なっていうか私も知ってる選挙プランナーの人の名前もあってですね、非常にこう唖然といたしました。あ、こんな風にしてるんだと。で大体聞いてたんですよね、その構図については、どこかでですね、まあその司令塔があって、でその司令塔がですね、影響力のある人たちにこれを言えと、でテレビとネットで、それをこう拡散すると、で特定の議員、なんと相手のこれ自民党のですね、溝手議員にもそれをやっていたんじゃないかと、その供述調書によるとですね書いてある。つまりもう党をとかもう関係ない敵だと思うとですね、そしてその有利な情報を表にして不利な情報を消すことができるんですね。でよくネットの工作員って言われる人たちがいるっていうことはツイッターとかでも言われてきましたけど、これほど鮮明にですねそれがその表に出てきたっていうのは日本の裁判史上の中でも初めてなんじゃないかなって思うぐらい鮮明に出てきました。でそれからするとですね、そこから逆引きしていくと、ここから先はちょっと言えないですけども、また別の構図も浮かび上がってきたんですね。でもう解散は遠いっていうふうに、一部の報道では流れてますけども、私全然そんなことないと思ってますね。でむしろその選挙プランナーに政治家がどの政治家がいつ会ったかっていうのをですね見れば、菅野さんですね、会いに行きますよ。この間も行ったんですけど、たまたま会えなかったですね。わかりました。もう一回行ってみますね。皆さんも菅野保つだけに戦わせるなっていうね、ハッシュタグを広げてください。いやもう本当にね、声をかけに行きますね。今日必ず行きます、約束しますね。で今のそのネットの工作なんですが、それに一部のまあ右派的な考え方の方が利用をされてきたのかなって さっき暴れてたんですか。それはいかんですね。暴れるってどういう意味ですか。まあもうこれ以上ネットでは言えないと思いますんで、これ本当にその正しい使い方をしないといかんなって思いますね。で
それとその日本をですね、一回外から見る目もぜひ皆さんにご紹介をしたいと思います。もう今の翻訳ソフトがありますからね、別にその何語を知らなきゃいけないっていうのももうあんまりないわけです。私も毎朝ですね、そうですね、もう一回分散仮眠の癖がついちゃって、これあんまり良くないんですけども、1時とか2時とかにハーバードのエリックさんとかですね、イギリスの誰とかそういう人たち、あるいは、ヨーロッパの彼とかですね、もうチェックをするわけですね。そうすると外の国で何をやってるかということも分かりますし、それからやっぱりこのパンデミックの時には似てるんですね。で、似てるのとともにその日本をそのある意味こう傀儡保守ってずっと言ってきてますけども、外側で何をやってるかということもよくわかるんですよね。それは なぜかっていうと、やっぱり残念な、本当にこうその当時の人たちにとってはっていうか日本にとってはもう受け入れられないような占領を経験したんですよね。で、その占領が今もなおまだその続いてるかのような、特定のその支持だと思い込んでる人たちもいるわけですね。もう右とか左じゃないんですよ。独立か従属かっていうそこのところをですね。で、それもっとはっきり言うと、アメリカから日本を見るともうすごくよくはもう分かりやすすぎるっていうかな。1990年代、世界の10大銀行、20大銀行のうちの10が日本ですね。例えばですよ、日本はもう本当にその飛ぶ鳥をたくまにこの20年でここまで落ちるかと。で、それは落ちるなりの理由があるんですよ。消費税もそうですね。それから構造改革と称してですね、銀行のビッグバンする、あるいはその投資銀行、ちょうど工銀とか日債銀とかそういうものがですね、立ち行かなくなった頃からそれに代わるものをよそから連れてきてですね、そして、いくろ加減なことを言いながら支配をしてった人たちがいますね。で、それがまた政権の中枢、一昨日でしたかね、外国のですよ、優秀な人たちに日本に来てもらって、その人たちの相続税をゼロにする、いい加減にしてほしいですよね。外国の優秀な人たちってどんな人かと思ったらね、いわゆる金融ハイエナ、もう会社名はもちろんの税を他の国民の皆さんの税で埋めるんですか。やめましょうよそういうの。ぜひね、これをお聞きの皆さん広げてください。私もね、できるだけ今アメリカで何が議論されてるか、イギリスで何を議論する、もちろんね、アメリカにも戦争屋がいて、イギリスにも戦争屋がいて、日本にも中国にもいろんなところにそのなんていうかな、戦争でお金を儲けようっていう人いますよ。で、その人たちと戦う連帯、もう僕らで言うとプログレッシブ議連、それはやっぱり中抜き、多くの国民から絞り取ってる。だからまあでっかい家に住んでる人が悪いとは言わないし、私の父も建築家でしたから、いい家はね、ちゃんと正当な理由でお金を儲けた人が家をきっちりしてくださるのはありがたいことだけど、しかし不当に儲けて、そして搾取する
なんていうかな、ヒルみたいなのがいるじゃないですか。でそういうヒルからやっぱり国民を守る仕組みを作っていかなきゃいけない。民間をバカにしてるのはどっちですかということを多くの皆さんがですね、分かり始めておられると。いやもう遠の昔に気づいておられたんだけど、政治の動きが鈍くて多くの日本国民、人々に迷惑をかけてるっていう、こういう状況をですね、今昨日立憲民主党はですね189人、公認支部長がもう189まで来ました。ぜひですね、皆さんの地域でも、国会議員がいない、自分たちには野党のその選択肢がないっていうところ、今日もですねこの後宮崎の立憲民主党の県連の皆さんが来られて、私たち佐賀県連大串代議士と一緒にですね、防衛省に話を聞きます。それは何かというと、ニュータバル基地で米軍がですね、訓練を毎年しているわけですけども、今度はなんとコロナ対策ということで、そのニュータバル基地の中に泊まらずに市内に泊まると。でこれ自民党宮崎の方々も大反対をされてるんだけど、全然もうその国会議員をその立憲民主党は宮崎に持たないと。それで代わりにね、聞いてくれないか、一緒に聞いてくれないかということで、今日11時からですねやらせていただきます。それから今日また朝、野党の国対委員長会談をやらせていただいて、そして午後ですね、持続化給付金、家賃支援金、休業支援金、そういった問題をまた議論をし、それから学術会議の問題についてもヒアリングを行います。ね、どうしてそんなに野党合同ヒアリングばっかりやるんだと。国会開かないからですよ。国会を開かなくてチェックの場が、まあ、それぞれね、昨日のもう一つの私が会長をしている、させていただいている難病障害者議員連盟、ですね、有志の議員連盟のようにですね、ああやって応援をして一緒に役所と物事を成していく、難病の法の改正とかそういったものもいっぱいあります。だけどあまりにもひどい、もうありえないことを次々とやるもんだから、プロジェクトを立ち上げてこうして正さなきゃいけないわけですね。国会人面をずっと一緒にやってきた仲間もまた立憲民主党で一緒にやることができました。4時からはですね、今度森裕子さんが先頭に立って、立憲民主党の拉致対策本部、私とかしゅうちゃんは、顧問で頑張ってくれということですから、この拉致対策本部の初会合を行います。でそこではですね、今までのこのアプローチでは、結果が出なかった、でその結果をどうやって出していくかということについて議論をします。本当ありがとうございます。これ水をきれいにされてるわけですか。すごいシステムですね、はいはい、初めて見ました。ありがとうございます、周りのあれをきれいにされてですね。じゃあこれで、もう国会に戻ります。最後はこの赤いバラでですね、この黄色の道路維持作業者とともにですね、今日はじゃあごきげんよう。 A で申し上げたようにですね、いい方の道、脳の道ですね、どうぞよろしくお願いします。ありがとうございました。ごきげんよう。これ赤でいいですかね。これダブルノックアウトって言うんですね。悪をダブルノックアウト、病気をノックアウト。
頑張っていきましょう。じゃあごきげんよう。